はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに言わずと知れたデカ盛りの名店にお邪魔しようと思っております。本日ですね、訪れているのはこちら、デデンと大食い御用達のお店、リバーサイドさんでございます。こちらのリバーサイドさんはマジでヤバくてですね、もともとですね、中盛り注文すると約3キロほどのデカ盛りなんですけれども、なんと大盛りで注文するとそれが4キロまで増えると。いや、もうね、知らない人が頼んだらとんでもないことになる、まあメニューがね結構ありますので、今回はですね、そちらの大盛りメニューを皆様にね、どんなものかお伝えしようと思います。とは言っても、まあ僕のチャンネルではね、何度かこちらのリバーサイドさん訪れておりますので、今一度ですね、どんなメニューだったのかというのを皆様に見ていただこうと思います。そしたら早速ね、店内に入って、そちらの噂の大盛り注文していきたいと思います。ということで、ただいまですね、こちら店内に入っております。まあね、後ろにも見えてるんですけど、もういろんなね、大食いの方から芸能人さんで、テレビ番組なんかもね、取材に来ているような本当に人気店なんですけれども、基本的にはね、こちらのリバーサイドさん喫茶店ということで、まあ、サンドイッチだったりとか、まあ、軽食ご飯ものたくさんあるんですけれども、ね、とんでもないデカ盛りメニューで、今回はですね、僕この中からサリーちゃんスペシャルというミートソースとカレー、これがね、合い盛りになったとんでもない大盛りメニュー、デカ盛りメニューを注文させていただきました。今作ってもらってるんだけど、この音聞こえるかな。マスターがね、こう鍋を振ってる音なんですよ。この音を聞くとリバーサイドさんに帰ってきたなっていう感じなんですけれども、今ね、注文させていただいているそのデカ盛りメニューが完成するまでもう少々待ちたいと思います。もうね、ちょっと見えてるんだけど、やばいわ。すいません。こちらサラダに。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。うわ、うまそう。ということで、本日ですね、注文させていただきました大盛りが到着いたしました。これ別に僕だからとかじゃなくて、こちらのお店さんでですね、大盛りを注文した場合このサイズで登場しますので、本当に皆様注文する際はお気をつけください。早速ですね、出来たてこちらいただきたいと思います。まずはサラダよね。うん、うまっ、うん、うまっ。そしたらもう早速ね、いっちゃいますか。まずこのミートソースね。うわ、うまそう。またね、これがうまいんすよ。うん、うまい。ほんとね、僕とかマックスさんとかドラコくんとかね、その頃の時期から大食いを YouTube で始めた人間は、大体ね、活動初期からこのリバーサイドさんにはお世話になってまして、僕らにとってはこの味がね、実家の味みたいなもんですよ。はぁ、ほっとする。うん。ちょっとね、広角カメラで撮ってるから伝わりにくいかもしれないんだけど、この大盛り本当にね、4キロぐらいあります。結構吸ってるけど、このパスタの減り具合の遅さ、具材の密度すごいから。じゃあ一旦この辺りでカレーいきますか。
カレーも見てこのご飯の密度すごいね。うわ、うまっ。うん、この動画だと前回来たのがね、その大会の胃の調整をする前、全然ね食べれなかった時期ではあったので、実はですね大盛り撃沈してます。その時はね多分ね見比べると分かると思うんだけど、マスターも言ったんだけどね、その時の大盛りはね増えて6キロぐらいになってたらしいの今ならねもう答えられる胃にはなってますんで、次こそは食い切りたいね。うん、そしたらただいまですね、最初にかかってたルーはほぼほぼ食べきってしまったので別皿でいただいてます。この追加ルーをかけていきましょう。うわ追加があるのがありがたいよね。節約して食べるってことがないから、しっかりとダクダクに最後まで食べれるのよ。見てもらえればわかると思うんだけど、パスタはねアニメぐらい大きい玉で食べてるし、カレーもねこんだけ一口大きく何スクリーンもいってるのにまだなくならないからね全く知らずにね注文してしまってこれが出てきたらやばいよね。ですね、変わることがやりたいと思ってますので、まずはじめにこのカレーライスの方を完食させていただきます。そしたらただいまですね、こんな感じでカレーライス部分は完食しました。残りはこのミートソースパスタの部分なんですけど、まずですねこれ残りのミートソースをかけまして、ここにですよ、この残ったカレールーをドッキングと。いや、このミートソースの甘さにカレーのちょっとピリッとしたスパイス感合うんですよ。で、これ仕上げにね、卓上にあるこの粉チーズで、わがままカスタマイズ、絶対うまいのよ。やっぱりね、合い盛りの醍醐味はもちろん別々に食べるのもいいんだけど、合わせても美味しいんだよね。まだですね、撮影始めて20分ちょっと、あんだけあった山盛りが今ではですねもうこれだけとなりました。
最後のさソースもうまいので、ここもしっかりと味わっていきましょう。ということで、ただいまですね、こちらとんでもない大盛りデカ盛りを完食。もちろんですね、追加のルーだったりとかサラダもねしっかりと完食させていただきました。いやー、ごちそうさまでした。ということでですね、本日は久々にリバーサイドさんで僕の食べたかった大盛りいただいてまいりました。いや本当にね、僕ら大盛りにとってはまあこの一皿っていうのは結構ペロッとねいけるんですけれども、普通の方はもう絶対に間違いなく食べれない大盛りですので、皆様はですね並盛りをお楽しみください。ただ、並盛りもですねでかい普通にですね並盛りも一般の、ご飯屋さんに比べるともう全然でかいので、ちょっと気をつけてもらって、注文してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは合わせて概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。いただきます。うわ、これデザートにねパフェまでいただいちゃいました。これがねまた美味しいんですよ。ちょっとですね撮影後ではございますけど、これデザートいただきます。うまい。本当にねこういう喫茶店らしい懐かしいデザートいいね。うまっ。これねスイーツ系のメニューもチョコレート、バナナ、ピーチ、フルーツで、アイスクリームと。で、あんみつなんかもあったりするんだけど、これね、甘味も全部うまいです。僕も動画ではフルーツパフェとかは一回食べてるかな。いやね、ほんと、こういうメニュー見ると、デカ盛り以外もね、食べたいメニューありすぎて、ゆっくり来ようかなと思うんだけど、いつものついね、デカ盛り頼んじゃうんだよね。幸せだ。そしたら本日ねこれでごちそうさまでした。よかった、美味しかった。え、もう食べたの？はい、いただいちゃいました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回公開させていただきましたこちら久しぶりのリバーサイドさん、いかがだったでしょうか。いやーね、この炭水化物の山、魅力的なのはもちろんなんですけれども、何よりもねマスターや奥さんでお店の方も本当にあったかくて、やっぱねこちらのお店さん常連さんもすごく多いんですよ。一回行ってみるとですね、この実家のような愛のあるあったかさ、ぜひですね、皆様にも体験していただけたらと思いますので、気になった方はですね、こちらのリバーサイドさんで美味しいメニュー食べてみてください。で、本日の雑談コーナー、ちょうどですね、先ほど、今年受けました人間ドックの結果が届きました。やっぱりですね、この大食い生活をしていく中で、まあそれを拝見していただいている視聴者様は、体大丈夫なのと、まあ心配をね、いただく声も、まあありますので、今回はですね、こちらを通して、この大食い生活をした僕の、人間ドックの結果を発表したいと思います。で、今回のですね、結果なんですけれども、簡潔に言いますと、コレステロール値、尿酸値、で、最後に腎臓と。まあ、ここがね、ちょっと数字が良くなかったかな。判定で言うと C 判定とかでございました。
まあ普段からねこう撮影をしてない日はすごく食事を節制したり運動したりとかしてね、すごく体には一応気を使ってはいるんですけれども、まあいかんせんねこう動画を見てもらうと分かる通り、1回の撮影で普通の方の数倍、十数倍ね、食べてますので、まあ限界はあるよね。なかなか A 判定全部持っていくのは難しいと思う。どうしてもこうコレステロール値、これはねもう脂肪糖質、まあこの脂質糖質だね、この一番こう体に太りやすいというか効くもの、やっぱ美味しいものをねいっぱい取っちゃってるので、ここら辺はもうしょうがない。でやっぱり量も食べますので、塩分っていうところで少しね腎臓を酷使してるというか、人よりはね、まあそういったところがあるので、この数字はしょうがないのかなと。でもともと痛風もね発症してますから、尿酸値なんかもう仕方ないと、まあって感じでございました。まあ他にはですね特に体の異常もなく、基本的に全て A 判定をいただきましたので、このまんまですね、しっかりと体に気を使いながら生活を継続していってですね、一日でも長く皆様とこういう美味しいものを共有できるようなね活動をしていきたいと思っておりますし、まあこの大食いのチャンネルっていうのかな、まあそういったものを見る方はですね、まあ僕と同じくやっぱり食べることが好きな方だと思いますので、皆様も日々ですね、まあ、こう体気を使って一緒にですね美味しいものを食べられる生活、長く続けていきましょうということでした。はい、この辺りで本日の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。